はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションクロスレイズ、今回ちょっとグループ派遣をしたのがあって帰還してるので帰還報告を聞きましょう。対仮想部隊共同訓練、まあ、経験値は入らないけど、トルネードガンダムがもらえた。ウロ性能向上ユニット、これは結構いいな。誰かにつける、ちょっと見てみます。トルネードガンダムはもう解体しよう。7650円、安いな。攻撃防御起動30とか超よくね。よし、これを誰につけるか、ちょっと。って言うたら、まあ、やっぱり自分だよね。今、バーチェに乗ってるんで。性能向上ユニットつけましょう。で、射撃の 3% 減が外れたから、まあ、誰か適当に射撃を。デュナメスとか何装備してんの？回避3、エネルギータンク。これだ。回避3とかね。もうマジで少ないよな。ちょっと回避3が今度また余ったから、なんかここら辺のフェニックス01とかなんか全然装備してなさそう。やっぱりな、適当にこっちにつけよう。どれだ、ジャンクパーツが多すぎてさ、わかんないんだけど。あ、これだ。せめて 10% とか欲しいよね、回避率。じゃあ今回はどこをやろうかなと言ったら、アストレイ行きますか。3話目第3のアストレイ、あ、ゴールドフレームがいる。俺持ってるぞ、ゴールドフレーム。では行きます。いつまでも名前がないと格好つかないからって、ローはあの機体をレッドフレームって名前で呼び始めた。ちなみにあの傭兵さんにあげた機体はブルーフレーム、右腕だけ発見した機体は一応ゴールドフレームなんだって。でも最近のローの関心事はそれだけじゃなかったの。レッドフレームの武装はほとんどがビーム兵器だけど、機体を動かすのもバッテリー駆動だから、戦いが始まるとあっという間にエネルギーが尽きちゃうんだ。うまいこと自分たちを守れる武器が欲しいって悩んでたら、プロフェッサーがある情報を持ってきてくれた。ガーベラストレート、昔の技術を参考に作られたモビルスーツが使える巨大な剣。その剣はかつて地球から多くの技術者が移住したという居住衛星グレーブヤードに今も残されてるみたい。もちろん私たちはすぐさまその場所に向かったんだけど、グレーブヤードに着いた私たちに向かって突然ウンノーっておじいちゃんが襲いかかってきたの。そのおじいちゃんはこのグレーブヤードに残された遺産、数々のロストテクノロジーを守るため長年侵入者を撃退してきたようで、幸いおじいちゃんと私たちの誤解はすぐに解けたんだけどね。どうやらお前たちの目的は本当にあの刀だけのようじゃな。しかしその刀身は相次ぐ略奪者との戦闘ですでに朽ち果てひび割れておる。ここは何とか守り抜いてきたんだが、お前たちの求める刀はすでに失われてしまったのじゃ。残念じゃろうが、お前たちはここで帰るしかあるまい。でもそこで素直に帰らないのがどうなわけで。いや、帰らないね。壊れてるからって放って帰るのは俺の性に合わねえ。つまりあの刀直せばいいって話だろ。直すだと？
あれを精錬するのにどれだけの高い技術と手間が。技術はまだ残されてる。俺が再現すればいいって話さ。ただここで朽ち果てようって考えてるだけなら、あの刀もその方がいいだろうぜ。ん？小僧、お前相当のバカらしいな。契約成立だな。そう、ローはグレーブヤードに残った技術を持ち出して、自分があの剣、いえ刀を直すって言い出したの。本当に人の気も知らないで。でも一度思い立ったら止まらないのがローなのよね。おじいちゃんも刀を直すためならっていろいろ協力してくれて、それから毎日ローはその刀を鍛錬していって。途中いろんなことがあったけど、なんとかローのレッドフレームの愛刀としてガーベラストレートは蘇った。こうしてまた一つレッドフレームの武装が増えたんだけど、私たちってジャンク屋なのに本当にあんな武器がいるのかな。ガーベラストレート、これさえあればどんな奴が来ても怖いもの知らずだ。だがまだこれで終わりじゃねえ。レッドフレームは俺の腕にかけて宇宙一のジャンク屋にふさわしいモビルスーツにしてやるぜ。さんのアストレイ。
弾などに止められん。で、ローがマリンに隣接3ターンか。え、こいつどう動くの？様子を見るしかない。だからこれ順当にいけば、だって簡単に2ターンでいけんじゃん。絶対なんかどっかに逃げるよ、こいつ陣から。どっちへ逃げるかがわからんから、とりあえず近づくしかない。ほら、いなくなった。で、敵が来る？1800か。爆発で2000ちょい。これ差埋められるの？これこれだって移動力1234でしょ。これ何歩動くの？だって移動力6あるよ。まあ、宇宙 B だから、 B だとね動けないんだよね。ここら辺に攻撃できねえんだ。無反動砲、あれ俺狙われてんじゃねえかよ。3200、やべえ、死ぬ。これで隣接できたか、ちょうどぴったり。
このまま倒すのか。ではガーベラストレートっていうかさ、攻撃力自体変わんないんだけど、会心が出やすいのか。でもエネルギーは1少ないな。ぶった切ってみるか。俺のレッドフレームで蹴散らしてやるぜ。ガーベラストレートに切れぬものなし、一刀両断。半分は減らせられるか。反撃して終わりだな。ビームサーベルとガーベラストレートの違いをちょっと知りたいんだけどな。
これはどうすればいいんだ、ゴミ掃除か。一応出せるだけ出そう。5人このゴミでかいな。1,10,5万ヒットポイント特大、特大っていうかコロニーの残骸が特大。8体内敵いなくね。これだけか。武装ないって言ってたよね。なんもないな。んどうする。こっちでもホームが何ターンだ。まあいいや、とりあえず動こう。で攻撃、艦砲射撃、特大4000、まあ500え、まあ攻撃力弱いのはしょうがないよな。これデブリショートか。チャンスステップに使おう。一応支援もかけて3000か。3000だったら絶対大丈夫。支援なんてエネルギーがもったいねえわ。右目がちょっとでかいな。これを15000かよ。15000って結構なヒットポイントだよ。ビームライフルで多分3支援いかないと無理じゃないか。防御力がどんだけあるんだ。1人5000でしょ。ノルマ6000いった。これちょっと弱いからな。ちょうどいいくらいだったな、これで。で、バイエイト届く、これ。届く。エネルギーだいぶ使っちゃうけど、まあ、しょうがないな。13、17。もう一気いける？もう一気いけんじゃん。17、19。ファーストモードはさすがに重いな。え、どこまで支援いける？これ。すごくない？これでいくつあったんだ。あと18000。これ何、ゴミ掃除するだけ。これで破壊。おい中にいたのかよこいつら。ずっと待ってたのかな。まあ、ホーム進められるだけ進めておこう。とりあえずここまでいけんな。攻撃できるけど、え、どうなの。1万6000しかねえな、人もいると。ちょっと危険だからやめとこう。じゃあちょっと減らすのは、あ、これ支援でいけるか。さすがに射程長いな、デュナメス。だってローは何もできないからね。で進んでスナイパーライフルでこいつを狙っとこう。防御されてんな。まあでも4000当たるからな。一応マスターユニットで4300当たる？当たる。あとチームとしてはどっち出す？いつもの安定のカトルチームでいくか。でもちょっと待って、ここにクロスラッシャーじゃ倒せないからな。まあいいや。多分それなりのでかいゴミから出てくるんだろうな、安定のビームガンの。ゴミってもう変形させた方がいいな。バードモンでバスターライフルで倒す。強い。ウィングゼロが欲しいな。ヘビーアームズで、ヘビーアームズはこのゴミ倒そう。ガトリングで一緒。マシンキャノンでも良さそうな気はするけど。で一応マシンキャノンで倒せるかな。3000で全然いけるわ。
この小さいゴミはもうチャンスステップ用に使っていこう。で、エクシア。エクシア。ちょっと届かないな、あのゴミに。これ倒す意味がデブリってなって、経験値別にいらないからね。そう考えると、まあ、特にって感じではある。必要最低限のものだけでいこう。これいくつヒットポイント、あんま見てなかったけど2万5000か。まあ、あとゴミ掃除なんでサクサクっといっちゃいます。やっぱりある程度の大きさ倒すと出てくるな。よし、これででかいのは倒して、出てきたのは3体か。なんか反撃で倒そうかな。これで到着かな。これターン制限はない。よし、残骸ばっかだな。じゃあちょっとロー合流したから、ここら辺で敵を迎え撃つ感じでいいかな。まあ、基本的にはレッドフレームで倒して、まあゲットゲージはいかなそうだけどね。というわけで迎え撃ちましょう。あ、でも思ったんだけどさ、これ残骸破壊すればさ、またモビルスーツ出てくんじゃない。そうすればちょっとどこにモビルスーツ出てくるか分かんないけど、なんか貯められそうな気はする。まあちょっとめんどくさいけど、そんなにレッドフレーム欲しいかって言われたら欲しくないしね。これゴミ倒してさ上がんのかな。まあ上がるわ。ゴミ掃除すんのもありだな。ちょっとこっち側から来たから、こっち側の敵を排除していきます。ゴミ掃除する、レッドフレームで行けるだけ行こう。もうせっかくだ。あ、でもレッドフレームってさ、こいつずっとレッドフレームに乗るよね。なんか形が分かんないんだよな。ガーベラストレート最初持ってなかったじゃないですか。でもゲットゲージは繰り越されてたから、どういうあれなんだろう、判定になるんだろう。とりあえずゴミ掃除。テンションはマックス。これで終わり。めっちゃゴミ漁ったからね。これでゲットゲージ溜まるはず。まあアビリティは格闘2か。よし、ゲットゲージ溜まった。一応生産できるようになった。
地球に降りてきたか。次から地球戦かな。少なくとも1話分は地球になりそうだな。2万円。アストレイのレッドフレームで、ローとこのじいさん、高感度センサー2で 5% だからな。なんか 5%、10%、15% とかにしてほしいな。レベル1、2、3で。まあ、一応レッドフレーム見るだけ見ますか。ちょっとこっち。まだ01がいるからね。01と、あと、フェニックス0か、そもそも。だったら、アストレイの方がいいよね。っていう感じになるかな。まあ、ここか。バルバトスの第一形態の次って結構弱いな。あそこブルーフレームも一応使えるようになったんだ。しょぼいけど。あ、こっちはガーベラストレートと光電球とかいうのあるな。超強気になんなきゃ使えないけど、金額一緒だったらこれレッドフレームの方が良くないか。ガーベラストレートがあって、ガーベラストレートとこれじゃなくて、どうやってこれを見るんだっけ。基本命中85、クリティカル10。基本命中85、クリティカル10、なんだこれ。あ、クリティカルが発生した際に与えるダメージプラス20か。あ、それはいいね。じゃあ強気になればガーベラストレートは使えて、普通だったら攻撃力変わんないってこと。あ、エネルギー少ないな。あんまり差別化がされてないよね。あ、FX って何、一番右に丸とかバ、あの車線とかついてるけど、いまいちデータの見方が。あ、武装効果があるってことね。これ何、 MP か、 MP ダメージってことね。金の問題だよな。まあ、2万円だからそんなに高くはない。ここら辺のやっぱウィングガンダム強いとか、エクシアも強い。マージ4万超えたんだっけ。射程がめちゃくちゃ長いからな、使いやすい。やっぱり3万円超え、3万5000か、3万5000台になってくると結構いい機体って感じだな。まあ一応これでレッドフレーム作ることができるようになったんで、このゴールドフレームとか、あ、ゲイボルグか、3500で射程5があるからこっちの方がいいな、どうせだったら。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。